マシュベラミーは、イギリスのケンブリッジ生まれのミュージシャン。イギリスのデボン州、テンマスのバンド、ミューズのフロントマンである。身長170センチメートル。10歳までを、ケンブリッジで過ごした後、テンマスに移り、そこで出会ったドミニク・ハワード、クリス・ウォール・ステンホルムと共に、バンド活動を続け、現在に至る。バンドの作詞作曲を手掛ける。担当は、ボーカルギター・ピアノ。 1978年6月9日に、イギリスのケンブリッジで生まれ、その後、テンマスに移り住む。彼が14歳の頃、両親が離婚し、祖父母と暮らすようになり、これがきっかけで音楽にのめり込んだという。彼の父親は、イギリス出身で初めてアメリカのヒットチャート1位になったシングル、テルスターを出したバンド、トルネードースのギタリストだった、ジョージ・ベラミー。また、 母親は霊媒師の娘で似たようなことをすることがあったが彼や弟がその影響を受けることを恐れてやめてしまった。極端な気質だと多くのインタビューで自らコメントしている通り楽曲に見られるせいから銅の爆発やステージ上での演劇がかった派手な立ち回り宇宙に対する古代妄想的興味など大行な性質のようである。デビュー時から セカンドアルバムツアーまでの間は黒や金、赤、青など何度も髪の色を変えていた。女優のケイト・ハドソンと4年間の交際の末に婚約するも2014年に婚約を解消した。2007年、ネバダ州にて裏声を多用する特徴的な歌唱法でトム・ヨークやジェフ・バックリーなどが引き合いに出される。6歳からピアノ独学し始めて間もない頃。 地元のコンテストで優勝したというエピソードがあり、ライブでも曲によってはキーボードを担当することもある。また、バンドをやるようになってからは、ギターも独学で弾くようになる。主なギターは、マンソンのカスタマイズギター。ピアノでは、ラフマニノフやベルリオーズなどの、絢爛豪華な曲の多い作曲家が好きだというが、ピアノを始めたきっかけは、レイチャールズや、 スティービー・ワンダーなどのブラックミュージックだった。ギターに関してはトム・モレロが憧れ。音楽全般に関してはインタビュー記事などにトム・ウェイツの名前を挙げることが多く、彼の音楽には人生が詰まっているとも発言している。keyboardmag.com イノセンスアブ・ソリューション。ありがとうございます。